皆さんこんにちは。2月7日秩父おもてなし TV 小泉智美です。さあ、以前にもちょっとお話ししましたけれども、大宮駅西口のですね、武蔵野銀行の2階にありますエムズスクエアで秩父のですね PR を行っています。観光の PR を行っているんですね。はい、様々なパンフレットですとか今の氷柱や、そして乾杯共和国の PR なども行っています。お近くの方ぜひお出かけください。はい、ということで、いろんなところにぜひ皆さんにもお出かけいただければと思います。それでは今日のラインナップご覧ください。まずは秩父ニュース。スケートボードの大会ウィングラムカップ2023バーチカルシリーズ第3戦が開かれました。大妻女子大学生が秩父のカクテルを開発、そして秩父のサインモニュメントが西武秩父駅前にオープンとなり、除幕式が行われました。秩父市役所インフォメーションは市県民税申告のお知らせ、そしてゲストはパフォーマーの村岡さんにお越しいただきます。今日は以上のラインナップでお送りします。さあ、実は皆さんまだご存じないと思うんですが、埼玉県内でも初めての国際的なスケボーの大会がここ秩父で開かれたんですね。はい、ということでウィングラムカップ2023バーチカルシリーズ第3戦が秩父市の中村で開かれました。秩父市中町公園橋下に誕生した秩父スケートパークで行われたのは、ブルボンプレゼンツウィングラムカップ2023ボリューム3。これまで宿泊施設の体育館だった場所に本格的なハーフパイプ状の巨大構造物を作り、スケートボードで往復しながら技を競うバーチカルの大会で、日本代表の選考会も兼ねています。この施設には地元秩父の子どもやトップアスリートなど日本全国から集まり、延べ1200人以上が利用し、スケートパークの聖地と言われています。この日は男女分かれて技が競われ、時折飛び出す国際レベルの技に周りから歓声の声が上がっていました。さあ、続いては大妻女子大学生が秩父のカクテルを開発してくれたということで取材しました。今回考案された秩父カクテルは全部で7種類あり、秩父地域の地酒をベースに
一市四町の観光スポットなどをイメージし考案されています。今回この事業に取り組んだのは日本酒の消費量が減っている、特に日本酒を飲む若い女性が少ないため、多くの人に飲んでもらえるようにと考えたそうです。若い女性が飲みやすいように味、色合いなどを試行錯誤を重ねました。会場では試飲も行われ、参加者からは見た目が綺麗、飲みやすいと高評価を得ていました。それでは大妻女子大の皆さんが開発したカクテルをご紹介しましょう。妙見の夜祭りは子供の頃に食べていたパチパチキャンディーで秩父夜祭りの花火を表現しています。白雲無限はバタフライピーとカルビスを使い、美濃山から見える雲海を表現。チュッキリコミは裂けるグミを使って麺を表し、おっきりこみうどんを表現しています。このカクテルにはなんと本物のナルトが入っています。大妻女子大学の学生さんたちは2月10・11日に埼玉新都心欅広場で開催される埼玉いちご祭りで販売し、秩父のご当地カクテルの販売を通じて秩父地域の PR を行うそうです。そして秩父の夜バル参加店でも味わうことができます。カクテルマークのついたお店では7種類の中からピックアップされたご当地カクテルを楽しめます。また秩父地域の飲食店の方で秩父カクテルの販売にご協力いただける方がいましたら、おもてなし観光公社までご連絡ください。7つカクテルを制作した中で一番人気があったのがこちらのカクテルです。カクテルを制作して中間報告会だったり試飲会を通して町長様地域の方々からフィードバックを、いただくことで、実際に私たちもどのようにプロモーションしていけばいいのかなとか、こういうところにこだわっているのかとか、いろんな深いところを知ることができました。このカクテルを通して皆さんに飲んでいただいて、秩父の良さであったり魅力を伝わればいいなというふうに思っております。私たちが制作したカクテルをぜひ楽しんでください。カクテルを飲んで皆さんが幸せになれますように。やっぱ秩父って最高だよな。さあ、新たな映えのスポットの誕生です。西武秩父駅前に秩父のサインモニュメントが登場し、その除幕式が行われました。嬉しそうな顔でやってきたポテクマくん、今日は何が行われるかというと、西武秩父駅前に新たに映えるスポットが誕生し、その除幕式が行われます。式典には小泉も司会で参加させていただき、まずは北森市長が挨拶を行い、多くの人に使っていただき、SNS などで注目を集める場所になってほしいと話していました。式典ではサインモニュメントのデザインコンセプトについて、野村メディアスの大橋さんは、祭りのように長く愛されるモニュメントになってほしいと話していました。そして注目の除幕では白い布が引かれ、モニュメントが登場すると拍手が湧き上がり、秩父市宣伝部長であるポテクマくんも喜び、早速モニュメントと一緒に記念撮影していました。続いて市役所インフォメーションのコーナーです。今日は市民税課の山下さんと渡辺さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は市県民税の申告のお知らせということで、内容の方を教えてください。はい、申告期間は2月16日から3月の15日です。税金の額を正しく計算するには、自分で収入などについて正しく申告をする必要があります。住民税の計算をするための申告には、所得税の確定申告と住民税の申告があります。所得税の確定申告をすると、住民税の申告もしたことになるため、住民税の申告の必要はありません。
所得税の確定申告をする必要がない場合でも、所得を明らかにするために住民税の申告が必要になる場合があります。まず確定申告の必要な方の例として、こういった方たちが対象となります。こちらあくまで一例になります。例えばサラリーマンの方が駐車場を貸していることによって月に10万円の収入があります。年間にすると120万円です。これが不動産収入というものになります。その収入を得るために固定資産税や整備代など経費がかかっているかと思いますが、その経費を不動産収入から差し引いたものが不動産所得です。その不動産所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。次に、確定申告の必要はありませんが、住民税申告の必要がある方の例としてこういった方たちです。先ほどのサラリーマンで不動産所得がある方の例から考えてみると、経費が多くかかり収入から経費を引いたところ20万円を超えなかった場合は所得税について申告しなくて良い方になりますが、収入から経費を引いたところ20万円を超えていない場合には住民税では申告が必要になります。また収入がない方でも国民健康保険に加入している方は収入がないという申告をした方がいいこともあります。国民健康保険税では保険税の負担を減らす措置がありますが、これは申告していることが前提となっていますので、収入がなくても申告はしましょう。年金をもらっている方について、年金の収入金額の合計額が400万円以下で、年金所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告をする必要がありません。ただし所得税の還付を受けるためには確定申告を提出する必要があります。所得税の還付がない場合でも生命保険料控除や医療費控除などを申告することで住民税額が下がる場合もありますので、よくわからないという方は市役所市民税課にご相談ください。住民税申告の様式は市民税課窓口で配布しているほか、郵送もできます。郵送を希望する場合はご連絡ください。市役所で行う申告は市民会館2階会議室や各総合支所で行います。地区ごとに日付を指定していますので、司法1月号を確認してなるべく決められた日付にお越しください。自分が確定申告が必要なのか、住民税申告が必要なのかわからない場合は、司法1月号にフローチャートを載せておりますので参考にしてください。また e-tax や郵送での申告をお勧めしています。確定申告書は国税庁のホームページで自分で作成できます。作成した確定申告書は税務署へ郵送してください。住民税の申告書を作成したい方は税額シミュレーションを使って申告書の作成ができます。秩父市のホームページからご利用ください。作成した申告書の提出先ですが、確定申告書は税務署へ、住民税の申告書は秩父市市民税課へ提出をしてください。最後に、申告する際の注意してほしい点についてです。まず1点目として、扶養を家族で取り合っていないかどうかです。例えば子どもの扶養をお父さんとお母さん2人とも年末調整で書いてしまったり、申告で扶養に入れてしまったりしていないでしょうか。よく家族で話し合い、誰が誰を扶養に取っているのかを確認してください。次の注意点として、扶養に取られた人の所得は48万円を超えていないかどうかです。扶養にできるのは所得が48万円以下の人です。これは給与収入だけで考えると103万円です。扶養にしているお子さんがアルバイトをたくさんして扶養の範囲を超えていないかどうか必ず確認をしてください。3つ目の注意点は、申告し忘れている所得を確認してください。申告は年末調整していない収入所得だけを申告すればいいというわけではありません。
給与収入がある人が副業で得た収入だけを申告するのではなく、給与収入も合わせて申告する必要があります。申告は1年間に得た収入すべてを申告しなければなりません。これらの点をよく間違える方がいて、申告を税務署でやり直してもらうことがあります。二度手間にならないためにも正しく申告を行いましょう。皆さんのご協力をお願いします。はい、ありがとうございます。窓口もなかなか混んでしまうことが多いということなんですが、 e-tax の方も、はい、ぜひ皆さんに検討してもらいたいということですよね。はい、で窓口は午後の方が空いている、割と空いているということ で、狙い目ということです。はい、じゃあ今日は市民税課の山下さんと渡辺さんに来ていただきました。ありがとうございました。続いては PR 支部のコーナーです。今日はですね、パフォーマーの村岡さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。おお、やばい。はい、どうも皆さんこんにちは、村岡でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、もう最初からパフォーマンスをありがとうございます。はい、そうですね、ちょっとパフォーマーっていう紹介なんでパフォーマンスさせていただきました。ありがとうございます。びっくりしました。最初から足で登場する人今までにいなかったですよ。はい、はい、ということで村岡さん、改めまして自己紹介をお願いできますか。はい、ですね、パフォーマーとして活動してます。現在はですね、小野町に住んでます。村岡智則と申します。37歳です。よろしくお願いします。はい、ということで村岡さん、すごい、はい、ちょっといろいろ伺いたいことがありまして、今日はゲストにお越しいただいたんですけれども、はい、実は小鹿野高校の出身なんですよね。はい、そうです。小鹿野高校を卒業しましてですね、僕ですね、ジャッキーチェンに憧れて、うん、東京に出てジャパンアクションエンタープライズというですね、スタントマンアクション俳優の、事務所に所属して、活動していました。はい、ということでちょっとなんかいろんな活動されてて、なんか面白い経歴があるので、いろいろね紐解いていきたいなと思うんですが、はい、高校卒業した後にその専門学校になるんですか。スタントマンの養成所、養成学校ですね。養成学校、はい、1年間、はい、に入られて、でいろいろなスタントを学ばれたんですか。スタントとジャズダンスと、盾、現代盾もやって、機械体操もやって、お芝居もやってと。あと中国武術もだ。わー、はい、すごい。でそれだけのいろいろなものを基礎ですね、はい、学ばれ、はい、そしてその後、はい、就職という形になるんですか。その後は、プロ契約をして、はい、そこの事務所に所属して、うん、そこで、お仕事をいただいたり、なんだりかんだりとやってました。はい、例えばどんなお仕事をされていたんですか。そうですね、舞台の、アクションの例えば切られる役とか、うん、あとはそうだな、コンサートのバックダンサーとか、後楽園遊園地のヒーローショーとか映画で上からぐるぐるバンやられるとか、車からも落ちましたし、あとは俳優さんの代わりになって、危険なシーンとかを演じるとか、うんうん、結構マルチな活動をされていたんですね。うん、そうですね、こうやって聞くとマルチなんですけど、全部そういうスタントマンアクションの人がやってるんですけどね。はい、そして伺ったところによりますと、なんか豪華客船にも乗られていたと聞きました。はい、そうなんです。そのジャパンアクションエンタープライズをさまざま学んで、6年間所属した後に、いろんなことを学んで、いろんな仕事をして、うん、世界最大の豪華客船で、アメリカの船会社のロイヤルカリビアンインターナショナルっていう、ところと契約をして、一番でっかい船にのウォーターショー、水のショーがあるんですけど、そこの主役で、合格して、地中海とカリビ海を 8ヶ月か、はい、回ってました。へえ、どうなんでしょう、そういういろいろな、もう世界中のところでさまざまな国のお客様とこう接するわけですよね。はい、そういう皆さんの反応とか反応、喜びとかってどんなところなんですか。ですね、82カ国の、方が、従業員が、いらっしゃって、うん、従業員2000人だったんですけど、その中でやっぱり自分の、僕アジア人で思いっきり
パフォーマンススタイルも超ジャパニーズなスタイルだったんですね、サムライ忍者みたいな、うん、だからパフォーマンスを見てくれたお客さん、ゲストの皆さんはたまに会うと、ジャッキーチェーンとか忍者サムライとか言って声をかけてくれたりしたのを覚えてます。へえ、やっぱりこう海外の人の反応とかってすごく強烈だったりするんですか？シンプルですよね、いいものにはいい、うん、興味ないものは興味ないっていう感じで、僕が思いっきりパフォーマンスやってる中ワイン片手に横切っちゃう人とかいたり、真剣に見てくれる人もいたり、超盛り上がってる人もいたり、そんな中でのこうモチベーションとかっていうのはどんなところだったんですか？その当時は一番のモチベーションは、自分が日本人であるっていうことでしたかね。やっぱりいろんな国の人が見てくれるっていうところで、自分、日本人として頑張ろうっていうのがずっとあったんで、軸に、モチベーションでした。あとはもう単純にパフォーマンスが楽しい、楽しかったですね。やっぱりこういろんな人とやったりとかするのも楽しさだったりするんですか？楽しいです。その当時のキャスト、一緒にやってたメンバーが、ワールドオブダンスっていう世界のダンス大会のジャッジやってた子だったり、ハイダイブって言って飛び込みの選手の世界チャンピオンがいたり、世界チャンピオンのコーチもいたり、リオオリンピックに出てた選手もいたり、あとはスラックラインっていう競技があって、それの世界チャンピオンがいたり、とにかく刺激がシルク・ド・ソレイユに出てたキャストもいたり、すごい。じゃあもう本当にトップレベルの皆さんと一緒にパフォーマンスをされてたということなんですね。そうですね、本当にとってもいい環境でやらせてもらいました。はい、そして先ほどもちょっと話ありましたけど、シルク・ド・ソレイユからお声がかかったという、はい、はい、その船から帰ってきて、ラスベガスにのサーカスの国際大会に出たりして、いろんなことをやりながら、2020年の、2月にシルク・ド・ソレイユからオファーの連絡が来て、それももう、僕も11年間シルク・ド・ソレイユを目指してずっと頑張ってた中だったんですけど、何度も何度も挑戦して、何度も落ちてを繰り返して、無理かなとか思うじゃないですか。諦めそうになったことも、ほぼ毎日でも毎朝決意してで挑戦してたんですけど、よく覚えてるのが、その深夜3時に電話かかってきたんですよ、はい、スマートフォンに、で当時絶対にシルク・ド・ソレイユのステージに立つって毎日決意して、夢を追ってたんですけど、だからほとんど毎日夢見てたんですね、自分はシルク・ド・ソレイユのステージに立った、でそうやってやってたんで、まさかと思って電話かかってきて、ラスベガスって書いてあって、スマートフォンにカタカナで、で電話取ろうとしたら切れちゃったんですよ、で、あっと思って、夢かなと思ったら感覚があったから、すぐメール調べたらシルク・ド・ソレイユからすぐに返事をくれみたいな、で Facebook にもシルク・ド・ソレイユのキャスティングディレクターとアクロバットコーチからメッセンジャーで、早くメール返せみたいないや俺3時だけどと思いながら、深夜、もう時差とか関係ないんですよね、アメリカなんですごいで、そこでと思って、そこから、シルク・ド・ソレイユの僕が出るはずだったショーの、演出家と2回スカイプで、面談ですね、をして、で正式にその2月にオファーをもらったんですが、まさに2月ですよね、コロナウイルスが日本で荒れして、でそこから一旦、僕外国人だから、入国拒否の一旦ちょっと待ってねっていうのがあって、そしたらもうシルク・ド・ソレイユも破産申請してしまって、自分が出るショーはなくなってしまったということで、夢かなってないんですけど、はい、なんかせっかく叶ったと思ったのに、なんかそんな感じになってしまったというのは、やっぱすごくその時はもうがっかりっていう気持ちだったんですか？がっかりしましたね。人生の、自分自身の人生の目標としてたので、シルク・ド・ソレイユに立つというのが、目標が失った感覚、で2ヶ月間ぐらいやっぱり落ち込んでたんですけど、やっぱり仲間も世界のパフォーマーたちもみんな厳しい状況でいたから、なんだろうな、自分だけじゃないんだっていうところで、またま
頑張ろうっていう気持ちになって、うん、そのモチベーションってどんなところからこう出てくるんですか。やっぱりがっかりしちゃうと悲しいじゃないですか、うん、悲しい悲しい。そういう時にどうやってこう自分を元気づけるんですか、うん、自分が、今の仕事を自分自身使命だと思ってるから、もうそれしかない。そうやって決めて、自分の使命だって決めたから、もう命なんてやっぱりもう字の通りで命を使っていかないといけないっていうことで、自分を奮い立たせてまた頑張ろうって気持ちになったんですけど、結局いつも芸術とかエンターテインメントに自分自身が勇気をもらってるんで、やっぱり自分もそうやった気持ちの人に勇気を与えられるパフォーマーになりたいっていう思いが一番強いですね。すごいです。なんかもう話を聞いてるだけで私うるうるしてきちゃったんですけど、うん、はい。そして今小鹿野町にいらっしゃるということで、はい、そうです。そのコロナウイルスをきっかけに、はい、お母さんの実家だった、高校時代を過ごした、小鹿野町の、に戻ってきたんですけど、その時に、自分が落ち込んでたんですけど、まあ、自然が本当に豊かで、地元の皆さんはとても優しくて、でコロナウイルスっていう見えないものに落ち込んでた自分がとてもちっぽけになり、そこで、何か活動したいなというふうに思ってから、小鹿野町で少しずつ活動を始めて、今は、地元の皆さんと、一緒に協力しながら、パフォーマンス活動をしております。はい、ということで最近では小鹿野渓谷でいろいろとパフォーマンスされてるんですよね。はい、今ですね、小鹿野町の、小鹿野渓谷で小鹿野氷柱が、開催されているんですけど、2月の4日と10日11日12日と、午前中11時と1時から、屋外で、無料のパフォーマンスがございます。小鹿野町の子どもたちと秩父の子どもたちと一緒に、ステージに立つので、ぜひ見に来てください。はい、ということで無料で見れちゃっていいんですか？そうですね、まずはいろんな人に芸術に触れてほしいっていうのが目的だ、根本の目的なので、ぜひ気軽に見に来てください。はい、ありがとうございます。そして村岡さん、なんかパフォーマンスちょっとうちのイベントとかにも呼びたいわみたいな、そういうのも OK ですか？はい、どこでも伺います。よろしくお願いします。すごい。ということでトップレベルのそんなパフォーマンスが見れますのでね、ぜひ秩父の人にも知ってほしいですよね。そうですね、うん、なんか、はい、やっぱいろんなこうエンターテインメントも本当に肌感覚で知ってる方なので、いやもうね、ぜひいろいろと皆さんには秩父でもね、はい、そういったところを、はい、いろいろちょっと皆さんに見せていただいて、うん、はい、やっていただきたいと思うんですが、ちょっとごめんなさい、私もうるうるしちゃって、はい、大丈夫ですか？ありがとうございます。いや、すごい、でも素晴らしいね、本当経歴をお持ちで志も強いので、ぜひぜひ皆さん村岡さんをパフォーマンスとしてね、はい、お迎えいただいて楽しんでいただければと思います。ということで今日はゲストにお越しいただきまして、はい、ありがとうございました。さあ、ということで小鹿野町に今住んでみて、うん、はい、なんか今冬時期辛いこととかってあります？朝車で出ようとしたら、はい、大体窓ガラス凍ってなってるのでお湯沸かしてかける。あ、すごい。5分早く起きないといけないっていうこと。確かに、これ結構庶民的な感じの、うん、寒さにはちょっと慣れました。あ、でもね、氷柱でパフォーマンスだいぶあそこ寒いですもんね。本当に寒くてね、もうやばいんですけども、来てね、ぜひぜひもう体を温めて心を温めてくれますからね、はい、ぜひ皆さんにもお出かけいただきたいと思います。ということで面白かったという方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。